竹内、なんか英語喋ってみてよ。英語？あ、いやなんか、あすかでも、こういうの聞かれるのうざいか。なんかこっち帰ってきた時は結構、英語の授業とか楽しちゃった。帰国子女じゃない。マスミ、じゃあまたね。え？またね。あ、そっか。お帰国子女じゃないし。またね。いや、カメラ使いキモいな。カメラ使いキモいね。なんけど外国人。言い場所が違って。スミ、やっぱケーキって言ったらあれなの？あの、めちゃくちゃ原色使ったケーキみたいなの。ケーキといえば。帰国子女じゃないから。ね。好きそうやもんな。誰がアメリカデブやねん。竹内さ、ギャンブルとかやるん？全くやんないな。ああ、まあそう、こっちじゃやらんか。え？やっぱ向こうのカジノとか味わってもうたら、こっちは満足できひんもん。いや、帰国子女じゃねえし、未成年で貸しに行かないだろ。あんまりその、海外でギャンブルした年齢のやつ帰って帰国子女って言うか？大人帰国子女。大人帰国子女。パーティーとかで、ギャンブルとか。せんのちゃう？ちょっとあんまわからん。竹内ってさ、16ぐらいの時、高校行ってなかったよね。はい。え、もう大学行ってたってこと？いや、その、飛び級できないよ。帰国子女じゃないけど。飛び級してたってこと？飛び級たまにあるけど、アメリカの。怖いぐらい頭いい。終了かっていうのが来てることとかの。ああ。賢い子じゃないんだ。やっぱすごいね、帰国子女って。どこ行くの？すみ、結構年上でもタメ口使うって本当？いや、俺使わんで。帰国子女じゃないから。ああ。ソーリー。うわ、お前や。どこ行くね。竹内、次の休みの日遊び行くみたいなやつ、あれ浅草から東京タワーで最後秋葉でいい？いやいや、帰国子女って、帰国子女行くか？観光客やん。エクセレント。何やねん。どこ行くねん。よしの。あ？ Where to go で合ってる。はい。Where to go で合ってる。どこ行くねんって。Where to go で合ってる。いやいや、まあまあ、帰国子女じゃないけど、多分それなんじゃない？ああ、そう。うん。ウェアトゥゴー、お前。ウェアトゥゴー、お前。すみ。ん？やっぱ本場は、そうなん、あれって。え、何が？本場は、あの、お好み焼きとご飯一緒に行くん。俺、関西人やで。あ、やっぱそうなんや。あ、そうやでよ。本場は。うどんと米も行くで。おいなんで寄ってくんねん。へぇー。それも行ってみたいなぁ。来たことあるやろ。大阪。え？大阪。どこ行くねん？うぇ、何やねん、おい。竹内。はい。Do Quick Name。Do Quick Name。Do Quick Name ってやってる？うん、何が？ Do Quick Name。Do Quick Name。Do Quick Name。どこ行くねん？どこ行くねんのネイティブや、それ。合ってる？これで。いや、合ってないよ、じゃあ。Do Quick Name じゃないから。あ、違うか。おい、Do Quick Name。